はい、こんにちは、グランピー池田です。今日はですね、シグの、ランドをご紹介するんですけども、すごいですね、すごいハイセンスな、カスタムバイクが今日、1台組み上がりまして、そちらをご紹介します。で、通常こう自転車のですね、まあ、色を各パーツの色を選ぶときに、だいたい基準にされるのが、ワンカラーあって、でそれに、もう一色追加と、例えば青のフレームだったら赤のヘッドセットを入れるとかですね、もう一色追加というので、二色でこう展開して組み立てていくというのが、よくある、かっこいいこう自転車の組み立て技と言いますか、組み立て方なんですけども、そこにさらにもう一色こうボンと入れてですね、かっこよく組み上がったっていうのができましたので、それを紹介します。で、今回は、グランピーペイントの方ですね、こちらの方もフルで、活用していただきまして、で今までとはちょっと違った内容で、組み上がりましたので、ちょっとご紹介します。では、こちらですね、はい、シグのランド M サイズになります。で、今回のですね、もう特徴をズバリ言いますと、もうお客様はですね、ガツイブもツーリングバイクで、今回組み上げています。もう後ろのキャリアですとか、後ろのキャリアのチューブスの、エゴクラシックで、前はこのお弁当ラックで荷物を上にドンと乗せるというような、そういう仕様になってます。で、今回グランピーペイントで、使ったの、色合わせをしたのはですね、フレームとフレームポンプですね、これも一緒に追加していただきまして、装着しました。同色でペイントしております。で、これプラスここですね、ステムと、スペーサー、こちらも、同色でペイントしてます。かなりも一体感が出た、仕上がり、見た目と、なっておりますね。では、ハンドル周りから、見ていきましょう。ハンドルはですね、グランピーオリジナルのハンドル GH001 を今回使用しました。このブルーのステムにシルバーの、ハンドルと、で、新しく、パワーアップしたこのステッカーも今回もう貼り付けて、今回、お渡しという感じです。ウサギとカメを、イメージして、カメのようにゆっくり走っても楽しく、ウサギのようにちょっとスピードを出して走っても、楽しめるようにという、そういう思いを込めてこのステッカーが、採用されました。で、コンポーネントは GRX の油圧ブレーキで今回まとめてます。で、バーテープはですね、レザーです。レザーのブルックスのレザーバーテープなんですけど、パープルカラーを選んでます。なかなかこのチョイス、お客様のこうご指定なんですけども、この色の組み合わせは結構かっこいいなと僕思ったんですけどね。ここのフレームのこの青緑のメタリックといいますか、これに青でない、オレンジ色の、クリスキングマットカラーを入れて、紫と、なかなかハイセンスやなと僕思います。僕にはなかなかこれを選ぶという勇気がなかったので、そう正直、どんな感じになるのかなという不安はあったんですけど、実際まとめてみるとかなり、いい感じにまとまったと思いますので、よかったなと、思います。で、前のラックですね。前のラックはシムワークスの、お弁当ラックという、ラックになります。これは、ニットで作ってもらっているタイプなんですけど、上がこう正方形になって、フロントバックもしくはバスケットが非常に乗せやすい、形となっています。で、ここにつけるパーツはですね、納車の時にお客様からこうご持参いただいて、この上に装着という感じです。で、下の方に下がっていきまして、フェンダーですね。フェンダーは、シムワークスのフラット65という超極太フェンダーになってます。で、これもランドに付く一番大きなフェンダーになりますね。完成車で、以前、つけたものをですね、
店頭にも展示してますので、ぜひ見に来てください。でタイヤはこの、シュワルベの、ロードプラスタイヤ G1 ですね、パフォーマンスモデルという、5800円で値段もお手頃なんですけど、めちゃめちゃタイヤが軽いと。で、組み上がってですね、僕もお店の周りを1回試乗したんですけど、非常に軽いです。なので、今例えばスーパーヤミータイヤですとか、ちょっと重めの、頑丈な、まあ、ボリューミーですとか、いうのをつけてて、次にもう少しこう軽く走れるものないかなという時はこの G1 シュワルベ G1 を選んでいただければと思います。で、あ、そうそう、言い忘れてました。このフェンダーなんですけど、今回はですね、マッドフラップをつけてます。フルフェンダーの先につくこのピラッとした、こいつですね、マッドフラップ。これを装着してます。で、これってなんだと。これなくてもいいんです。今まで装着してる人はですね、フェンダー装着する人はほとんどつけてないんですけど、実はこのマッドフラップって結構重要な役割をします。横になった時に分かるんですけど、よいしょ、このマットフラップは要するに泥よけって、この一番下のラインで泥を防ぐので、これをつけることでこのラインまでの水を全部防いでくれると。だからこう靴に飛んでこなくなります。でマットフラップをつけない場合、ここの高さですね、つけたらこの高さまで泥を防ぐと。まあ、どういうことかというと、ペダルが一番下に来てるときに水が、フラップをつけないと靴までちょっと散ってしまうんですけど、こいつをつけてあげると靴に飛んでくる泥も全部防いじゃうと。で、それだったらこのアルミのフェンダーをですね、一番下まで下げればいいかじゃないかと、思うかもしれないんですけど、実はそうではなくて、こう段差にですね、段差をこう乗り越えたときにここがこうバンと当たってしまうので、どうしてもこういう柔軟性があるものでないと、あるあのフェンダーが変形してしまうんですね。なのでこいつが非常に生きてくると。今回はこれを、装着しています。はい。で、ホイールはですね、今回前後、ウィケットの、ホイールを装着しています。 650B のグラベルで使いやすい、オールマイティなホイールセットなんですけど、最近入荷した新商品ですね、そちらを装着しています。で、前のハブだけこれですね、ダイナモハブにしてます。で、今回つけたダイナモハブは、SP というメーカーです。コスパが非常に良くて、見た目もちっちゃくて可愛いというので、このシルバーのウィケットホイールに、前のハブを交換してダイナモに接続してます。で、今回使ったライトがブッシュ&ミラーの、IQX というライトですね。かなり大きくて、明るいライトです。で、こう回ると電気がこうつくんですけど、スイッチが実はこの後ろにあります。ここですね。ここにスイッチがあって、ここでオンオフができますというものになります。で、このダイナモライトの下にはこうケーブルがあってですね、実はここからさらにこうリアラック、もしくはリアのフェンダーにつけるダイナモ、リア用ダイナモライトへ接続することもできるようになってますというライトですね。よいしょ。では、後ろの方に行って、あ、これも紹介しておきましょう。同色ペイントをした、フルフフレームポンプですね。で、以前からご紹介しているトピークの、ロードブラスターフェンダー、のフレームポンプになります。で、ランドはここにフレームポンプが、つきやすいようにですね、ここに実は、引っかかりのポチを用意してますので、非常に、フレームポンプと自体と、相性がいい、自転車になってます。で、今回サドルは、ピュアをつけてます。 WTB のピュアですね。こちらは、お客様が、後ほどですね、取り替えられるかもしれないということで仮で今つけております。で、
後ろのラックですね、チューブス、こちらを採用しております。でウィケットのホイールに、GRX のコンポーネントという感じですね。で後ろもあのマットフラップつけてます。後ろの方は、後ろの人ですね、後ろの人にこう泥が散っていくのを防げるというので、前後セットでつけられると非常に効果が高いという感じです。はい、ではざっくりこんな感じですね。で今回も、ウィケット後ろもウィケットで、G1 のタイヤで前後チューブレス仕様で、組み上げております。かなりツーリング仕様としては、まとまった、1台と、なりましたので、なかなかですねここまでこう詰め込んでやることはなかなかないと思いますので非常にかっこよく仕上がったと、思います。はい、で、シグランドですね、シグの、商品につきましては今販売店、協力販売店を募集しております。同業者の方で、ぜひ一緒に取り扱いたいなという方いらっしゃいましたら、グランピーまで、お声をおかけいただければと、思います。で、グランピーの、グランピーローンですね、48回までグランピーが、金利を負担するというものも、使えます。で、こちらは店頭でも、遠方の方でも、どちらでも、ご利用いただけますので、こちら合わせて、ご検討いただければと思います。で、ランドは最近他のフレームから、自転車からですね乗り換えるというのも増えてきております。フレーム販売もしております。フレームですと、セットで108,000円でございます。で、今例えばストラグラー、サーリーのストラグラーに乗ってる方がパーツをそのまま移植してフレームをランドに入れ替えるとかですね、もう少し太いタイヤを履きたいから、今余ってるパーツを入れ替えるとか、富士の CX ですね、シクロクロスに乗ってる方が入れ替えるというような、相談も最近増えてきておりますので、そういう自転車に乗られている方、今の使っているパーツ、ご自宅に余っているパーツを使いたいという方も、ぜひぜひ持ち込みでも大歓迎ですのでご相談してください。はい、ということで今回は、カスタマイズしたシグのランドですね、かなりかっこよく仕上がっておりましたのでこちらをご紹介いたしました。それでは、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございます。